然な頼みでごめんなさい。あなたに頼みたいのは、その近くの歓楽街に逃げ込んだターゲットの捜索。ターゲットはあのジーヌを負傷させた強力な能力者よ。くれぐれも気をつけてね。少年か。お前がパンテーラか。嬉しいね少年、私のこの美しき名前を知っていてくれたとは。愛を感じるよ。では始めようか、愛の逃避行を。心ゆくまで愛し合おうじゃないか。少年も我が愛に惑うがいい。まだあるよ。これが愛の力だ。我が愛おしい能力だろう。我が愛よ。どうやら正解のルートを選んだようだね。
まさに愛の勝利だ。さあ、愛私の方たちと心を吐くまで愛し合ってほしい。落ちないように気をつけたまえ。我が愛の落とし穴に我が愛よ。私の愛は天地をも覆す無限の愛。これぞ愛天地。人間に遊ばれているわ。ふざけたやつだよ。なるほど。我が愛よ。ジーノ、ちょっと酔ってきそう。なんならモニターを切っても構いませんか。私の愛は良いから冷めはしない。とこしえに。勝利。この先で待っている。我が愛。化け物、神の身元へ。バカな、私の愛がこんなところで。しかし、この痛みはどうだ。この死すら愛おしい。貴様の DNA サンプル、有効に使わせてもらう。君は一体アームドブル、ガンボルト味方なのか。くだらん。スネラギもフェザーも能力者どもは全て俺の敵だ。無論貴様もな、アームドブルー。あがない罪を。罪を滅ったのか。奪人のように神ほど人ならざる人外なきゃ悪鬼だ。セブンスモードじゃ貴様らの存在そのものだ。人の世に対する冒涜である罪だ。神に代わって俺が裁くよ。奪い取れグリーンドスナッチャー。化け物どもは俺が根絶やしにしてくれる。奪い取れグリーンドスナッチャー。化け物の力を使ってでも。この使命を向かっている。奪てアロガントファンク。まだフォークが拒絶する。貫けほとばしてアームドブルー。飛ばしてアームドブルースパーク。貴様のスペックは把握した。データとしては十分だ。
一時離脱させてもらう。お前は何者だ。アキラ、刻んでおけ。貴様ら化け物どもを神に代わって断罪する。シデン様、パンテーラの部隊が壊滅したようです。なんだって。悲しいね。またフェザーの連中の仕業かい。いえ、それが生還した者の証言によると、パンテーラを倒したのは紅白のアーマーのような装備をまとった少年だった。アーマー。ああ、なるほど。神園さんの。ご存知なのですか。ちょっと厄介な人だけど、特に手を打つまでもないかな。彼は組織だって動いているわけじゃないし、能力者ではない。支援で動いているだけのただの人間だから。能力者でもない少年が、あのパンテーラ。世の中にはいるんだよ、ごくたまに本物の天才っていうのがさ。彼がフェザーと潰し合ってくれれば、こっちとしては楽なんだけどね。今はそれよりモルフォの捜索を優先してくれ。彼女はプロジェクトに欠かせない大切な姫巫女なのだ。はっ。そうだシアン。いいの？もらって。シアンに受け取った。ありがとう。GV がたまに撮ってるポーズって何なの？ポーズ？ああ、チャージの。あれは EP エネルギーをチャージするための型。精神集中するための自己暗示みたいなものかな。EP エネルギー？エレクトリックサイコエネルギー。僕の能力因子が生み出す電気エネルギーのことだよ。つまり、ただのかっこいいポーズじゃなかったんだね。自己暗示のためのものだから、そういう認識でも間違ってはないけど。あ、違うの。かっこいいと思うよ、すごく。私も何か考えてみようかな。モルフを呼ぶ時のポーズ。必要ないと思うよ。